場に島原市出身の歌手大沢和恵さんが2年ぶりとなる地元でのライブコンサートが開催されました。会場には大沢さんの地元ファンの方々を中心におよそ50名が来場しました。オープニング曲と会場からの拍手に迎えられ、大沢さんが華やかなドレス姿で入場し、コンサートの幕開けです。大沢和恵さんは第4回長崎歌謡祭でグランプリ受賞をきっかけにプロの歌手への道へと進み、アメリカンロック、カントリー、ポップなどの洋楽を学び、1991年センチュリーレコードよりデビュー。アメリカと日本での活動の傍ら、2010年島原半島ジオパーク応援ソング避難日島原を制作し、地元の観光宣伝活動に力を注いでいます。また大沢さんにとって久しぶりとなったこの日の地元コンサート、地元開催にこだわり、出演スタッフ、音響、照明の裏方スタッフもすべて地元の皆さんによる手作りコンサートとなっているそうです。今回のコンサートは昼と夜の2回公演で、それぞれ1ステージと2ステージの2部構成です。最初のステージではふるさと島原をイメージした曲を中心に、島原の子守唄ラテンバージョン、大沢さんのオリジナル曲ふるさとを忘れない、避難日島原、おやすさんの歌、その他演歌などのカバー曲を熱唱し、来場者を魅了しました。大沢さんが特別ゲストとして呼び込んだのは、天上界から降臨した謎のシンガーソングライターこと地元で活躍中のナンシーさん。
2ステージまでの幕までギターの弾き語りで Dear My Dears 島原女の恋歌の2曲を美しい歌声で披露しました。言えない痛みをこらえて無理に笑って見せる決心でやってきましたこの街に粋な女の一人旅続いて2ステージへと移り、ここでは洋楽のナンバーを中心に披露しました。I was once lost, but now I found.をこよなく愛し、日本の女エルビスとも呼ばれる大沢さん。エルビス・プレスリーのナンバーでは、その豊かな声量と歌唱力で熱唱し、会場は大いに盛り上がりを見せました。ふるさと島原への思いを歌に乗せ、さまざまな音楽活動を続けている大沢和恵さん。久しぶりの地元開催となったこのコンサートで、地元のファンの皆さんと歌を通して触れ合いながら、ふるさとへのさまざまな思いが一層深まったのではないでしょうか。また来場した地元の人たちは、身近に大沢さんの生の歌声を堪能した心に残るコンサートとなったようです。予防と国保。